しゃっくり。ペッパとジョージとダディとマミーが朝ごはんを食べています。外はとってもいいお天気。ペッパとジョージは早くお庭で遊びたくてたまりません。マミー、お外に遊びに行ってもいい？朝ごはんを食べ終わったら遊びに行ってもいいわよ。ジョージ、そんなに急いで飲んじゃダメだよ。急いでジュースを飲んだジョージ、突然しゃっくりが出て止まらなくなりました。マミー、遊びに行ってもいい？ジョージのしゃっくりが止まったらね。しゃっくりならもう止まってるよ。そうでしょ、ジョージ？まあいいわ、遊びに行ってもいいけど、ジョージをよく見ててね。ペッパとジョージは庭で遊ぶのが大好き。ジョージ、私がボールを投げるからちゃんとキャッチしてね。ジョージ、しゃっくり止めてよ。ジョージ、じゃあ今度はジョージが投げて私がキャッチするね。ジョージ、おやおや、しゃっくりのせいでボール遊びができません。ジョージ、しゃっくり止めてあげようか？私を真似してね。頭を撫でながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる。いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった、しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい、私ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピッグがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。変装ごっこ。ペッパとジョージはマミーたちの部屋で遊んでいます。これなんだろう。箱には古い服が入っています。うわぁ、これダディの帽子だ。こっちはマミーのワンピース。ジョージ、これを着てマミーとダディに変装しようよ。はい。
い、ダディの帽子。それとダディのコート。こんにちは、ダディピック。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピック、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。素敵。口紅も塗りましょう。とってもきれいよ、マミーピック。さあ、ダディピック、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん、私はマミーピック。そうね、そうだった。どうもマミーピック。こんにちは。こっちはダディピックよ、ジョージ。あら、こんにちは、ダディピッグ。ちょっと失礼、私仕事があるの。もしもし。そうよ、あれとこれお願いね。違うわ、ありがとう、さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。待ってね、ダディピック。すぐ終わるから。はい、おしまい。さあ、ダディピック、あなたのお仕事に行きましょう。じゃあね、マミーピックにダディピック。さよなら。ダディピックは庭で穴を掘っています。やあ、ペッパ。やあ、ジョージ。ペッパじゃないよ。私はマミーピック。こっちはダディピック。ダディピックは仕事をしに来たの。それは助かるよ、ダディピック。でも気をつけて、深い穴だからね。でも一番いい服を着て穴を掘るのはやめた方がいいんじゃない？私も大きな音を出してみたいな。さあ、アイスクリームよ。アイスクリーム。ペッパ、ジョージ、食べる前にその泥だらけの服を脱ぎなさい。私はマミーピックで、こっちはダディピックなの。本当に？そうだよ。じゃあ、ペッパとジョージはどこなの？知らない。残念ね、二人の大好きなアイスクリームを持ってきたのに。いないなら、これは。ここにいるよ。ペッパ、ジョージ、あなたたちだったの？そうよ、マミー。私たち、マミーとダディに変装してたの。すっかり騙されちゃったよ。お眠なプリンセス。お休みの時間です。ペッパとジョージはベッドに向かいます。二人ともおやすみなさい。マミー、ダディ。なーに、ペッパ。私眠くないの。お話聞きたいな。でもジョージは眠そうだよ。また今度にしよう。ジョージ、お話聞きたいよね。うんって言って。わかったよ。お話をしてあげよう。でも一つだけだぞ。ダディピッグのお話が終わったらちゃんと眠ること、約束よ。約束する。それじゃあ今夜はお眠なプリンセスのお話をしよう。そのお話面白いの？なんだかつまんなそう。そんなことないさ、とっても楽しいぞ。ちっちゃいプリンセスが出てくるお話？
ペッパ、聞いてばかりいるとお話が始められないわよ。ごめんなさい、マミ。ダディ、そのお話にちっちゃいプリンセスは出てくる？ああ、小さなプリンセスが出てくるよ。ふん、お眠なプリンセス。昔々あるところに小さなプリンセスが住んでいるお城がありました。プリンセスはお眠なプリンセスと呼ばれていました。ダディ、なんでそう呼ばれてたの？それは後でわかるよ。お眠なプリンセスって可愛いの？ああ、とっても可愛らしくて、鏡で自分の姿を見るのが好きなんだ。私ってほんと可愛い。お城には他に誰がいるの？ああ、そうだな。お城に一緒に住んでいるのは小さなプリンスとクイーンマミーとキングダディ。その通り、みんなで一緒にお城に住んでるんだよ。キングダディのお腹は大きいの？そんなわけないだろう。キングはかっこいいんだ、ダディみたいに。それからお城のそばにはドラゴンもいる。ダイナソー。あ、ダイナソーか。ああ、そうだった。ドラゴンじゃなくてダイナソーがいるんだ。お城の近くにとても大きくて怖いダイナソーが住んでいる。うわまあ、ダイナソーはそんなに怖くないんじゃないの、ダディピッグ。ごめんごめん。そうだな、そのダイナソーはとっても優しいんだ。いつも美味しそうに草を食べてる。ダディピッグ。ああ、失礼。ダイナソーになりきってた。ダディ、なんでそのプリンセスはお眠なプリンセスなの？これから話すよ。一日が終わり、日が暮れて、月と星が輝き始めると、みんな眠くなってくる。中でも一番眠そうなのは、このお眠なプリンセスだ。ペッパ、眠くなったのか？眠くないよ。全然眠くないもん。ジョージはどうかしら？ジョージ、起きて。お話、最後まで聞かなくちゃ。ペッパは眠くないようだけど、お眠なプリンセスは眠かった。一日中鏡を見ていたから、すっかり疲れてしまったんだ。はあ。ベッドへ連れて行ってあげよう。おやすみ。お眠なプリンセスはとっても眠かったので、すぐにぐっすりと眠り込んでしまいました。素敵なお話ありがとう、キングダディ。どういたしまして、クイーンマミー。プリンスとプリンセスも楽しかったみたいね。具合が悪いの。マミーとダディが朝ごはんの用意をしました。おい、朝ごはんだよ。あペッパの顔に赤いポツポツがあります。マミー、私なんだか元気がないの。あら、まあペッパ、具合が悪いみたいね。大丈夫、ドクターベアに電話しよう。はい、ブラウンベア病院です。ペッパの具合が悪いんです。顔に赤いポツポツがあるんです。ではペッパを寝かせて、すぐ見に行きますから。ドクターベアが診察にやってきました。こんにちは、ペッパ。気分はどうだい？具合が良くないの。舌を出して見せてごらん。大したことはないでしょう。ちょっとポツポツができただけです。私お薬飲むの？ポツポツはすぐに消えるよ。でも少しだけお薬をあげよう。飲めるかな？はい、お願いします。でもあまり美味しいものじゃないよ。お口を開けて。うわ、すっごく苦い。ペッパはちゃんとお薬を飲んで本当にお利口さんだ。しばらく寝かせておいてください。
後でまたどんな様子か見に行きます。お友達を呼んでも？ええ、もちろん映らないからお友達を呼んでもいいですよ。それでは先生ありがとうございました。マミーもう起きてもいい？ペッパー、先生がしばらく寝ていなさいって言ってたでしょ。でも退屈なの。だけどお友達を呼んでもいいって言ってたわよ。じゃあスージーに来てもらってもいい？羊のスージーは一番のお友達です。スージーのママに電話するわね。ねえ、あらペッパのママ、スージーと話をしてもいい？もしもしスージー。ねえ、もしもしペッパ、私具合が悪いの。顔に赤いプツプツができちゃった。お医者さんに見てもらった？うん、ドクターベアが来てくれたの。具合が悪いけどお利口さんだって言われたよ。じゃあ本当に病気なの？うん、そう、ごっこじゃないんだよ。だから寝てないといけないの。それでね、ドクターベアがくれたお薬すっごく苦かったんだ。すぐお見舞いに行くね。ねえ、看護師さんの格好で行くね。スージーがペッパのお見舞いに来ました。スージーは看護師さんのお洋服を着ています。犬のダニーとウサギのレベッカも一緒です。ねえ、こんにちはペッパ。いらっしゃい。ねえ、具合はどう？私あまり良くないのスージー。寝てないといけないんだ。どうしたら気分が良くなる？じゃあオレンジジュースを持ってきてくれる？わかった。ペッパは楽しんでいるみたいですね。ありがとうスージー。どう？気分良くなった？ちょっとだけ。ダニー、ママにアイスクリーム食べたいって言ってきてくれる？レベッカ、お庭から綺麗なお花を摘んできてくれる？ドクターベアがペッパの様子を見に来ました。ああ、よかった、看護師さんが先に来ていたのか。患者さんはどうかな？あの、私看護師さんじゃないの。これはごっこなの。そうか、では私が患者さんを見てもいいかな？はい、お願いします。ああ、よかった、すっかりポツポツが消えている。もう治ったよ。でもまだ病気みたい。気分はどう？もう少しベッドで寝てた方がいいみたい。なんだか庭に出てボール遊びをしたくなったな。一緒にやりたい子は？はいはいはい、私も。はっはこれは驚いたな、すっかり元気になったみたいだ。ペッパとジョージが仮装パーティーを開きます。お友達も呼んでいます。ペッパは妖精のプリンセスに、ジョージはダイナソーに仮装します。ダイナソー。ペッパの友達、猫のキャンディー、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。ね、スージーは看護師さんに仮装しています。やあスージー。ねえ、こんにちはダディピック。看護師さんがいてくれて助かった。病院から来たんだろ？私本物じゃないの、真似をしてるだけ。そうなのか。おやおや、君たちは誰だい？僕は海賊だよ。こりゃたまげだ。ミャオ。私はモゾよ。みんなをカエルに変えちゃうんだから。ねえ、僕はピエロ。面白いピエロだ。で、君は何かな、レベッカ？私は人参。素晴らしいね。さあ入って、妖精のプリンセスとダイナソーがお待ちかねだよ。みんないらっしゃい。こんにちはペッパ。こんにちはスージ、私はプリンセスのペッパよ。お辞儀をしてからお話ししてね。こんにちはプリンセス。ね、私は看護師のスージ。ではお口を大きく開けて、あー、あー。ねえ、僕はピエロ。じゃあ面白いことして。レベッカ、なんで人参の格好してるの？人参好きだから。ダイナソー。は、怖い怖い、ダイナソーだ。ペッパは鏡を見つめています。
鏡よ鏡よ鏡さん、一番美しいのは誰？あなたよ、ペッパーにゃお。こんにちは、ペッパ。こんにちは、私は妖精のプリンセスよ。私は魔女よ。にゃお。私魔法の杖を持ってるの。私も魔法の杖を持ってる。あなたをカエルに変えちゃうよ。私があなたをカエルに変えちゃうの。ダンナソおやおや、ジョージは自分の姿に驚いたようです。もうジョージったら、鏡に自分が映っただけよ。ガオそれじゃみんな、今日は誰の仮装が一番良かったか決めるわよ。審査員は誰かな？私は今日はペッパのパーティーだから、審査員はペッパにやってもらおう。やった、私が審査員。ダディ、審査員って何？誰の仮装が一番良かったか決める人だよ。わあ、すごい。ペッパは誰が一番良かったか考えます。スージー、あなたの格好もっとよく見せて。ねえ。私は看護師のスージー、みんなの病気を治すの。とっても素敵よ、スージー。次はダニー。僕は海賊、こりゃあたまげた。次はキャンディ。にゃお。私は魔女、あなたをカエルに変えちゃうわよ。私は妖精のプリンセス、あなたをカエルに変えちゃうよ。ほら、よしなさい。ごめんなさい、マミ。次は誰？僕はピエロ。面白いピエロ。次はレベッカ。私は人参。かわいいね。それから弟のジョージ、怖いダイナソーなんだよね。かわいい。みんなとってもいいと思います。やったー。じゃあ誰が一番か発表して。わかった。えへん、一番良かった人は私。ペッパ、審査員は自分のことは選べないのよ。え、そうなの？もう一度誰が一番か選んで。わかった、一番は人参さん。おめでとう。ありがとう。ペッパは仮装パーティーが大好き。みんな仮装パーティーが大好きです。プレイグループ。ペッパとジョージはプレイグループへ向かっています。ジョージは今日が初めてです。ジョージ、プレイグループへ行くの楽しみだろ。ダディ、私のプレイグループにジョージはちっちゃすぎるんじゃない？大丈夫だよ、ペッパ。ペッパもついてるし、ダイナソーも一緒だからね。ゴー、ダイナソー。私、おっきい子たちと遊びたいの。ジョージやダイナソーじゃなくて。おやおや、ペッパはジョージに来てもらいたくないようです。さあ、着いたぞ。ダディ、本当にジョージも一緒に行くの？大丈夫だよ。わかった、ジョージ行こう。じゃあね。みんなのお世話をしてくれるのはマダムガゼルです。おはよう、私の弟のジョージです。おはよう、ジョージ。ねえ、ねえ。ねえ、私もジョージみたいな弟が欲しいな。本当に？どうも、僕はダニードッグ。それってダイナソー？これおもちゃのダイナソーだよ。ガオー、ダイナソー。それ最高だね。ダイナソー、ガオー。ダイナソー、ガオ。あら、怖いわね。ジョージ、最高だね。ジョージは私の弟。ほんと最高なの。ペッパは弟のジョージが自慢です。ではジョージにお絵かきの仕方を教えてあげましょう。ジョージはお絵かきが苦手なの。じゃあペッパが手伝ってあげてね。はい、私上手にできる。
お花の描き方を教えてあげるわね。ジョージ、今日はお花の絵の描き方を教えてあげるね。じゃあ、大きな丸を描いて。違うよ、ジョージ。その色じゃないでしょ。その周りに花びらを描くの。ジョージ、形が違うでしょ。で、茎と葉っぱをつけるの。完璧。ジョージ、全然違うじゃない。何を描いたのかしら。私はお花を描いたの。上手に描けたわね、ペッパ。そしてジョージが描いたのはダイナソーね。ガオー、ダイナソー。最高だね。それじゃあ、このジョージとペッパの絵を壁に飾りましょうね。イエーイ。ペッパ、あなたの弟はとっても絵が上手なのね。そうなんだ。パパやママ、おじいさんがみんなを迎えに来ました。またジョージを連れてきてもいい？ええ、また素敵な絵を描いてもらいましょうね。ジョージ、次はどんな絵を描いてくれるの？ダイナソー、ゴー。またダイナソーを描いてくれるのね。今度はみんなにダイナソーの絵の描き方を教えてね。それ最高。ほんと、最高だね。最高。楽器を弾こう。マミーピックとダディーピックはお片付けをしています。屋根裏部屋でこの古い箱を見つけたんだ。中に何が入ってたと思う？わかんない。いろいろな楽器が入ってたのよ。うわぁ。ちょっと古いんだけどね。あっちゅう。マミーが子供の頃に弾いてたバイオリンだわ。マミー、バイオリン弾いてみて。ずっと弾いてなかったからどうかしら。お願いマミー、弾いて弾いて。忘れてないといいけど。ブラボー。すごい。マミ、私にも弾かせて。こうやって持つのよ。はい、マミ。おやおや、あまり綺麗な音ではありませんね。ジョージも弾きたいようです。こうやって持つんだよ、ジョージ。これではバイオリンがかわいそうです。バイオリン弾くのって難しいね。ペッパー、太鼓だったらうまくできるんじゃない？ありがとう、ダディ。これはいい感じです。ペッパーは太鼓が気に入りました。あら、うまいじゃない。ああ、リズムよく叩けてる。これはダディピックのアコーディオンね。マミーピックと初めて会った時これを弾いてたよね。ダディピック、よく覚えてるわ。ジョージもアコーディオンを弾きたいようです。本当に弾きたいの？アコーディオンは難しいんだぞ。ジョージ、アクローディオンって私の太鼓と同じくらい難しいんだよ。わかったよ、ジョージ。ジョージにはまだアコーディオンは無理のようです。ダディ、他にはどんな楽器が入ってるの？あとはホルンだ。やってみたい。力いっぱい吹いてごらん。綺麗な音が出ません。こんなの絶対無理だよ。昔はマミーも吹けたんだけど。やっぱり綺麗な音が出ません。
ホルンはダディみたいに強くないと吹けないんだよ。ちっとも綺麗な音が出ません。ペッパの言う通りだ。このホルンを吹くのは無理だ。いいのよ、ダディピッグ。アコーディオンを弾いて。アコーディオンは上手だもの。自分で言うのもなんだけど、アコーディオンなら自信あるよ。マミーはバイオリンを弾くわね。じゃあ私は太鼓。マミーピッグはバイオリン、ダディピッグはアコーディオン、そしてペッパは太鼓。ジョージは何を弾くのでしょうか。ジョージがホルンを吹いています。ホルンはマミーも吹けなかったし、ザディも吹けなかったし、私も全然吹けなかったのに。ジョージはホルンが上手ね。キャンプ。ペッパは家族とキャンプに来ました。キャンプが大好きなんだ。さあ着いたよ。ペッパ、ジョージ、ダディが小さい頃から使ってるテントだよ。ダディ、どうやったらこれがテントになるの？大丈夫だよ、ペッパ。ダディはキャンプのプロだからね。じゃあマミ、テントをポールの上にかけて。ほら、できた。簡単だろ。あれ、この金具はどうするの？ああ、そうだった。これを刺すのを忘れていたよ。この金具でテントを支えるのです。できた。このテントちょっと小さいね。子供の頃は大きいと思ってたけど、今見るとちょっと小さいみたいだな。それはダディがとっても大きくなったからよ。特にお腹が大きくなっちゃったもんね。そういえばお腹が空いたな。夕ご飯を作ろう。作ろう作ろう。まずは火を起こすための小枝を集めよう。わーい。ペッパとジョージはキャンプファイヤーに使う小枝を集めます。ジョージ、私が小枝を拾うから運んでね。小枝を集めるの楽しい。よし、もう十分だ。完璧なキャンプファイヤーになるぞ。火をつけよう。はい、マッチよ。マッチは使わないんだよ。ダディ、マッチを使わないで火をつけるの？昔ながらのやり方で火を起こすんだ。こうやって2本の枝をこすり合わせる。ダディピックは2本の枝をこすり合わせて火を起こそうとしています。まだつかないの？もうちょっとだよ。ついた。簡単だろ。それじゃあトマトスープを温めましょう。あ、ほら、自然の音が聞こえるよ。これ何の音？これはコオロギが鳴いている音だよ。今の何？今のはフクロウよ。ほら、あそこにいる。うわー。じゃあ今のは何の音？さあ、マミもわからない。ダディのお腹の音だ。これこそ最高の自然の音だよ。この音が鳴ったらご飯の時間ってこと。トマトスープ大好き。ダディもだよ。それもダディにとっては最高の自然の音ね。え、何？さあ、二人ともテントに入って寝る時間よ。でもみんなは入れない。テントが小さすぎるもん。大丈夫だよ。入ってごらん。マミ、もうちょっと詰めて。ダディ、大きすぎて入れないよ。大丈夫。ダディは外で寝るよ。おやすみなさい、ダディ。おやすみなさい。おやすみ。ああ、みんなおやすみ。マミーとペッパとジョージはテントの中で眠り、ダディは星の下で眠りました。ああ、キャンプは最高だ。
輝く星を見ながら外で眠れるなんて。やっぱり外で寝るのは良くないかもな。朝になりました。ダディ、テントの中は居心地が良かったよ。あれ、ダディがいない。ダディがいません。かわいそうにダディ、雨に濡れて寒かったでしょうね。どこ行っちゃったのかしら。何の音かしら。これダディのいびきみたい。ダディ起きて。なんだ。ダディ寒くなかった。ああ寒くなかったよ。ダディはキャンプのプロだからね。車で寝たんだ。もうダディったら。やっぱりキャンプは最高だ。学校のお祭り。今日は学校のお祭りの日です。ペッパは楽しみにしていました。友達の猫のキャンディ、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカ、ポニーのペドロです。みんなこんにちは。こんにちはペッパ。学校の祭り大好き。私も。何が一番好き？ねえ。フェイスペイント。僕は風船。僕は後ろのトランポリンが一番好きだな。私は全部好き。それは賢い答えだな。じゃあまたねペッパー。あとるね。ジョージ、お前はどれが好きかな。ダイナソーが。あら、ジョージ、学校のお祭りにダイナソーはいないのよ。じゃあ、ダイナソーの風船を探してみよう。まあ、ダディピック、ダイナソーの風船なんてあるの？ああ、きっとあるよ。その前にジョージとフェイスペイントに行ってもいい？ああ、もちろん。ミス・ラビットがみんなの顔にトラを描いています。できたわよ、スージー。これでトラさんそっくり。ありがとう、ミス・ラビット。ねえ。うわぁ、スージー、そのお顔いいね。それって、子猫ちゃん？違う、私はトラよ。ねえ。ペッパ、あなたもフェイスペイントしたい？お願いします。ね、ゾウさんがいいな。困ったわね、ゾウさんは描けないの。トラなら描けるわよ。それじゃあ、トラさんがいい。はい、ペッパ、トラさんになったわよ。私はトラよ。ジョージ、あなたは何になりたい？ダイナソーか。ダイナソー？トラさんがいいんじゃない？トラなら上手よ。私はトラよ。僕だって。ミャオ。トラはワンワンって言わないよ。なんでわかるの？だってトラは大きな猫だもん。ミャオ。私も猫だからね。キャンディ、トラのこともっと教えてくれない？いいよ。トラってね、ゆっくり静かに歩くので、それからジャン、ゴー、ワン、ゴー。あとね、顔を舐めてきれいにするんだよ。それとトラってご機嫌だと喉が鳴るの。楽しんでる？あらま、みんなトラさんなのね。私がみんなにトラのことを教えてるの。ガオー。トラさんたち、次は何するの？ダイナソー。そうだな、ダイナソーの風船を探しに行こうか。みんなに買ってあげるわね。やったどうもマダムガゼル、みんなに風船をいただけます？いらっしゃい。いろいろあるけど、どれがいい？ゾウさんの風船をお願いします。はい、どうぞペッパ。カンガルーのをください。ライオンをお願いします。お猿さんがいいです。オウムをお願いします。はいはい、どれもありますよ。いよいよジョージの番だな。すみません、ダイナソーの風船はありますか？どうしましょう、ごめんなさい、ダイナソーの風船はないんですよ。ああ。大丈夫だよ、いい考えがある。細長い風船を2つください。みんなよく見てて。ダディピックは何をするのでしょうか。できた。これが何かわかるかな。もしかしてカンガルー？
違うよ。これはダイナソー。その通り、ダイナソーだ。風船でダイナソーを作ったのです。ガオー、ダイナソー。次は後ろのトランポリンね。ペッパはトランポリンで飛び跳ねるのが大好き。みんなもトランポリンが大好きです。こんなに楽しいお祭りは初めて。ガーデニング。ペッパとジョージはグランパとグランマのお家に遊びに来ました。グランパ、行くよ。行くぞ。それは何だい？ダイナソー、ゴー。おお、ダイナソーか。グランパ、何してるの？畑に種を植えているんだよ。種？種って何？種が育つと草や木になるんだ。地面に小さな穴を開けて、そこに種を入れて、上から土をかぶせて、お水をあげるんだ。この庭の草や木は、みんなこういう小さな種から育ったものなんだよ。あの、おっきいリンゴの木も？ああ、そうとも。この一粒の種が、まずは小さなリンゴの苗木に育つんだよ。こんな風にね。はあ。そして、この小さな苗木が育って、大きなリンゴの木になるんだ。こんな風にね。あ、いった。そしてリンゴの実の中に種ができるんだ。それがリンゴの木になるんだね。その通り。グランパ、グランパ、私も種を植えてみたい。それじゃあこのイチゴの種を植えてみるかい？うん、やってみたい。この種を植えて育てると美味しいイチゴができるんだよ。まずは地面に穴を開けて、そこへ種を入れて、上から土をかぶせる。グランパがお水をあげようか？ダメダメ、私がお水をあげるの。よし、あとはイチゴが育つのを待つだけだ。ペッパとジョージは種が育つのを待っています。でも何にも起きないね。我慢して待たなくちゃ、ペッパ。育つまでには長い時間がかかるんだ。ペッパ、ジョージ、お家に帰りますよ。まだ種がイチゴになるのを待ってるの。ティータイムに食べたいんだもん。グランパが世話しておくよ。次に遊びに来る時までにはきっと立派に育ってるはずだ。そしたらイチゴを食べられるのね。ああ。行くわよ、ペッパ。じゃあね、グランパ。じゃあね、いちごさん。グランパはペッパのいちごの世話をしました。何日も続けていると小さな芽が出てきました。日に日にいちごの苗は大きくなって、ある日グランパは素敵なものを見つけました。いちごだ。グランパ、来てよ。ペッパとジョージが遊びに来ました。ねえねえ、グランパ、私のイチゴ育った？おお、見てごらん。わあ、イチゴだ。ありがとう、グランパ。グランパ、他の種も植えていい？いいとも。それじゃあ今度はジョージに選んでもらおう。そうだね、何がいい、ジョージ？それじゃあ、人参は？グランパ、ジョージは人参の種がいいみたい。ジョージ、人参を育ててみたいかな？やだ。じゃあ何を育てたいんだい？ジョージには育てたいものがありました。ダイナソー。ジョージはダイナソーの木を育てたかったのです。無理だよ、ジョージ。ダイナソーは木にならないんだよ。ダイナソー。
今日はマミーピッグのお誕生日。ダディがマミーの朝ごはんを運んできました。誕生日おめでとう、マミーピッグ。ペッパとジョージはマミーにバースデーカードを書きました。お誕生日おめでとう、マミー。まあ、なんて素敵なお誕生日のサプライズなの。もっとサプライズが待ってるぞ。まずは朝ごはんを楽しんで。じゃあごゆっくり。うん、おいしそう。急ごう、まだやることがいっぱいあるんだ。ダディがマミーのために作ったバースデーケーキです。あとはキャンドルを立てるだけだ。ワン、ツー。ごちそうさま。マミーピッグは朝ごはんを食べ終わりました。マミーが来ちゃうよ。困ったな、まだ用意できてない。どちら様。マミーよ、入ってもいい。ダメダメ。内緒で何かやってるみたいね。いや別に何もやってないよ。でも入ってこないで。わかりました。マミーピッグ、リビングでのんびり休んだらどうだい。それは良さそうね。今日はお誕生日なんだから。大丈夫よペッパ、リビングの場所ならわかってるから。はい、雑誌を読んでてね。ありがとうペッパ。あと素敵な音楽も。ありがとうペッパ。マミーの歳と同じ数のキャンドルを立てないとな。ワン、ツー、スリー。困ったな、キャンドルが全然足りないぞ。ダディ、マミーって何歳なの。こっそり教えてあげよう。うわ、そうなの。まあキャンドルは3本だけで大丈夫だろ。マミーピッグのバースデーケーキも完成です。やったあとはリビングの飾り付けをしないとな。もう。マミー楽しい。ああ、それがね、のんびりするのも飽きちゃって。それじゃあ、お庭ちょっとお散歩してきたらどうかな。お散歩しなきゃダメ。ダメじゃあね、マミー、お散歩楽しんできて。いいよって言うまで戻ってこないでね。誕生日って大変なのよね。ダディ、ペッパ、ジョージがリビングを飾り付けます。うわ楽しいね。グランマピッグとグランパピッグがお祝いにやってきました。お誕生日おめでとう、マミーピッグ。中に入らないの。入れないんです、ペッパたちが私に内緒で何か用意してくれてるの。まあ楽しみね。それじゃあ後で。はい。マミー、もう家の中に入りたい。入りたいわ。じゃあ目をつぶって。まだ開けちゃダメだからね。ワン、ツー、スリー。さあ目を開けて。お誕生日おめでとう、ママピッグ。なんて素敵なサプライズなの。さあキャンドルを吹き消して願い事をしてね。マミーマミー、プレゼント開けて。ねえ、なんだと思う。さあ何かしら。早く開けてみて。まあなんて素敵なワンピース。とっても綺麗だよ、マミー。それを着ていく場所も用意してあるよ。これは何？お芝居のチケットだよ、今夜の。ありがとう。マミーピッグはお芝居が大好きなのです。子供たちはグランマとわしが見てるから安心して行っておいで。うわほんと最高のお誕生日。私は世界で一番ハッピーなマミーだわ。それに世界一綺麗だ。歯の妖精。ペッパとジョージが食べているのは二人の大好物、スパゲティです。大きな音だな。ごちそうさま。ああ、これで少し静かになるわね。なんだろう。それは歯だよ。どこから出てきたの。ペッパ、
鏡を見てごらんなさい。ああ私の歯だ。歯が取れちゃった。大丈夫よペッパ、それは乳歯よ。抜けることになってるの。新しいのが生えてくる？ええ、生えてくるわよ。それにね、歯が抜けると歯の妖精さんが来るの。歯の妖精？ええ、そうよ。寝るときに抜けた歯を枕の下に置いておくと歯の妖精さんが来て。その歯を持って行くの。代わりに綺麗なコインを置いていってくれるのよ。私大きくなったら歯の妖精になる。ジョージは大きくなったら何になるんだい？ダイナソー。ダイナソーか。行こうジョージ、寝る時間だよ。歯の妖精さんが来ちゃう。ペッパとジョージはベッドに入る前に歯磨きをします。ペッパ何してるんだい？歯をきれいにしてるの。歯の妖精さんが取りに来るから。ペッパは大急ぎでベッドへ。抜けた歯を枕の下に置いて歯の妖精を待ちます。じゃあね、おやすみなさい。おやすみマミ。おやすみダディ。ああ、二人ともおやすみ。ジョージ、私まだ寝ないよ。だからジョージも寝ないで、一緒に歯の妖精さんを待とうよ。歯の妖精さん、遅いね。はあ。歯の妖精はなかなか現れてくれません。妖精さん、まだかな。何の音でしょう。歯の妖精でしょうか。ジョージ、何の音かな。ジョージったら。ジョージのいびきの音でした。疲れて眠ってしまったようです。ジョージは遅くまで起きていられないけど、私は頑張る。歯の妖精さんが来るまで寝ないんだから。絶対に寝ないの。歯の妖精がやってきました。でもペッパは夢の中。こんばんはペッパ。抜けた歯とコインを交換しましょうね。なんて綺麗な歯でしょう。ありがとうペッパ、おやすみなさい。ペッパ、ジョージ、起きて、もう朝よ。え？私寝てないよ。歯の妖精は来たかい？来ない。枕の下を見てごらん。まあ見てペッパ、歯の妖精さんがコインを置いていってくれたわよ。やったー。ゆうべは寝ちゃったみたいね。ちょっとだけ寝ちゃったかもね。でも次は絶対に寝ないんだから。それで歯の妖精さんに会うんだ。新しい靴。ペッパとジョージは庭で遊んでいました。ペッパ、靴はどうしたんだい？あれ？なくなっちゃった。大丈夫、きっと見つかるわよ。お庭にあるんじゃない？探してみましょう。はい。みんなでペッパの靴を探します。マミーピッグは花壇の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないわ。ダディピッグは手押し車の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないな。ペッパとジョージは植木鉢の中を探しますが、やっぱり靴はありません。ない。庭中を探したけど、ペッパの靴はどこにもないようだね。ペッパの靴が消えてしまいました。どうしよう、靴がなくなっちゃった。困ったわね。でもあの靴は古くなっていたから、新しいのを買いましょう。赤い靴にしてもいい？マミー。
もちろんいいわよ。ジョージ、新しい靴を買ってくれるって。マミーピッグとペッパはミスラビットのお店に来ました。どうもミスラビット。あら、いらっしゃい。今日はペッパの新しい靴を買いに来たの。赤い靴。素敵な靴を選んであげるわね、ペッパ。赤いのがいい。お願い。そうよね、赤い靴。うわぁ、赤い靴。ジョージとダディピックがゲームをしています。おお、やるな、ジョージ。ダディ、ダディ。見て、新しい靴。赤いの。本当だ、赤い靴だね。マミ、この靴気に入った？ペッパ、とってもよく似合ってるわよ。ジョージ、この靴気に入った？みんな新しい靴が気に入りました。私、この靴大好き。もう、何があっても脱がないんだ。お風呂の時間です。ペッパはお風呂の中でも新しい靴を履いています。パジャマに着替えてもまだ新しい靴を履いています。ペッパはベッドの中でも靴を脱ごうとしません。ペッパ、本当に靴を履いたまま寝るつもり？私、この靴絶対に脱ぎたくないの。わかったわ。二人ともおやすみなさい。おやすみ、マミン。おやすみ、ダディ。ああ、おやすみ、ペッパにジョージ。一晩中雨が降ったので庭はびっしょり濡れています。長靴を履いたマミーピッグとダディピッグが出てきました。ジョージも長靴を履いています。ペッパはまだ新しい靴を履いています。ジョージは濡れた草むらに飛び込みます。おやおや、ペッパも濡れた草むらで遊びたいけれど靴を汚したくありません。ダメだよ、私は一緒に遊べないよ、ジョージ。ジョージは泥んこの水たまりが大好き。ペッパも泥んこの水たまりは大好き。でも靴を汚したくありません。マミーもダディもみんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好きです。ペッパはどこへ行くのでしょう。ペッパが長靴を履いています。渋滞。ペッパたちのためにグランパとグランマがランチの準備をしています。追加のジャガイモを掘ってきたぞ。あら、グランパ、ジャガイモならもう十分足りてますよ。ジャガイモはいくらあっても困らないだろ。はいはい、お芋はオーブンに入れてちょうだい。もうすぐみんな来ちゃうから。ほっほ、時間ならまだたっぷりある。なんたってまだ11時だぞ。ペッパたちがグランマの家に向かっています。もっと早く出ればよかった、また遅刻しちゃいそう。マミー、そう焦らなくていいよ。時間ならまだたっぷりある。いつも遅刻するんだよね、グランマたちのお家に行くとき。今日は大丈夫。新しい道を見つけておいた。この道ならきっと空いてるぞ。うん、こうならないはずだったのに。ペッパたちは渋滞に巻き込まれてしまいました。見て、前の車、ダニーとダニーのおじいちゃんが乗ってるよ。ダニーとダニーのおじいちゃんの車も同じです。やあ、ペッパ。こんにちは、ペッパ。グランマたちのお家にランチに行くところなの。でも遅刻しちゃいそう。もう1時になったぞ。遅刻か、いつものことだがな。じゃがいもはどうなってます？ああ、もうちょっと焼いた方が良さそうだよ。もしもし、どちら様？ああ、僕だけど道が混んでて動けないんだ。
大丈夫よ。こちらも遅れてるから、グランパがジャガイモ入れすぎちゃって。じゃあ後でね。道が混んでて動けないんですって。そういうことなら、追加のジャガイモを取ってくる時間がありそうだな。グランパったら。ゆっくりしか進めないね。これじゃあいつまで経ってもグランマのお家に着かない。その通りよ。他の道を試したら。でももう他に大通りはないんだ。近道知ってるわ。みんなバイバイ。私たち近道するから。じゃあねペッパ。頑張れよ。マミーピッグは近道をして車の列を追い越します。でも近道はデコボコ。デコボコ楽しい。本当にこっちでいいのかい？任せといて。アヒルさん、こんにちは。私たち近道してるの。ここで大通りに戻れるの。すごいじゃないか、マミーピック。でもまたダニーの車の後ろに来ちゃったよ。どうも。いや、おかえり。なんてこと、マミーピッグの近道はうまくいかなかったようです。さあ、ランチができたわ。そして一番大事なジャガイモも全部美味しく焼き上がったぞ。ランチは完成。でもペッパたちがまだ来ていません。もしもし、どちら様？すぐ近くまでは来たんだけど、でもまだ道が混んでてカタツムリみたいなんだ。ものすごくゆっくりなカタツムリ。近くまでは来てるんだが、まだ渋滞してるらしい。かわいそうに。せっかくの料理が冷めちゃうわ。わしにいい考えがある。ちょっと手押し車を取ってくる。一体何をするつもりでしょう。さあグランマ、急いでランチをこの手押し車の中に入れてくれ。了解です、キャプテンピッグ。みんながランチを食べに来られないんなら、こっちから届けに行けばいいんだよ。見て、グランマとグランパよ。手押し車でランチを運んできてくれたのね。おい、みんな、さあランチの到着だ。たくさんあるかな。ダニーとダニーのおじいちゃんにも分けてあげたいの。たっぷりあるからみんなで食べましょう。はい、じゃがいもだ。じゃがいもをたくさん取ってきてくれたグランパのおかげね。じゃがいもはいくらあっても困らないって言っただろ。かくれんぼ。ペッパとジョージはかくれんぼをしています。ジョージが隠れる番です。ペッパが数を数え終わる前に隠れる場所を見つけないと。1 2 3 4 5 6 7。ジョージは隠れる場所を見つけました。10。隠れたかな。行くよ。ペッパはジョージを探します。見っけ。ジョージを見つけました。ジョージ、それじゃすぐ見つかっちゃうよ。次はペッパが隠れる番。1 2 3。マミーが数えてあげるわ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。いいわよジョージ、目を開けて。ジョージがペッパを探します。あれ、ペッパはテーブルの下にはいません。ジョージ、2階を探してみたらどうかな。ベッドの下にはいません。今のおかしな音は何でしょう。カーテンの後ろにもいません。またおかしな音がしました。
一体何の音でしょう。ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6、ジョージ、こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな。いくよ。あれ、ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい。どこにいるか分かった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ、カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう。ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ見っけ。まあジョージ、いいところに隠れたわね。ジョージはダディピックの新聞の後ろに隠れていたのです。マミーはお仕事中。マミーピックはコンピューターでお仕事中。ダディピックはランチのスープを作っています。ダディ、マミーがお仕事してるの見ててもいい？見てもいいけど邪魔しちゃダメだぞ。マミーは大事なお仕事で忙しいんだ。わかった、ダディ。マミーは大事なお仕事で大忙しです。マミー、ジョージと一緒にお膝に座ってお仕事見ててもいい？いいわよ、でもおとなしく座ってて。二人はお仕事するマミーを見ているのが大好きなのです。マミー、ハッピーミセスチキンのゲームしていい？ゲームは後でやりましょうね。今はマミーお仕事しないと。マミー、なら私もお手伝いする。やめてペッパ、コンピューターに触っちゃいけません。ジョージもね、コンピューターには絶対触っちゃダメよ。そうだよジョージ、こうしちゃダメだからね。ペッパ、やめて。ごめんなさい、ジョージにこうしちゃダメって教えようと思ったの。なんと、コンピューターが動かなくなってしまいました。ねえ、ダディ来て。ダディピッグ、どうしたんだい、マミーピッグ。ねえ、ダディピッグ、このコンピューター直せる？いや、ランチの準備は私がするから、お願い。ああ、わかった、やってみるよ、マミーピッグ。でもこういうのあんまり得意じゃなくて。ありがとう、よろしくね。ダディピックがコンピューターを修理することになりました。まずはスイッチを切ってみるか。そしてもう一度オンにしてみよう。ダディピックが見事にコンピューターを直しました。やったね、ダディ。ああ、ダディこういうの結構得意みたいだ。ダディ、コンピューターでハッピーミセスチキンの
のゲームしていい？それはマミーに聞いてごらん。マミー、あとでやってもいいって言ってた。それならいいぞ。でもディスクはどこにあるんだろう。今度は私の番ね。よし、今度はダディの番だ。一体何をしてるのかしら。どうやらコンピューターは治ったみたいね。雪。ペッパとジョージはとてもワクワクしています。雪が降っているのです。マミー、雪遊んできてもいい？いいわよ。でもお外はとっても寒いから、あったかい格好をしてね。やったー。帽子とマフラーと手袋も忘れずにつけていくんだよ。外はとっても寒いので、ペッパたちはしっかりと帽子、マフラー、手袋をつけます。行くよジョージ。ペッパとジョージが雪に足跡をつけていきます。ペッパとジョージは雪に足跡をつけるのが大好き。おやおや。面白くないでしょ。ジョージ、雪合戦しようよ。雪を丸めてボールにします。ペッパとジョージは雪遊びを楽しんでいます。待って、逃がさないわよ、コブタちゃん。わあ。おやおや、ちょっとやりすぎてしまったようです。ごめんね、ジョージ。ジョージ、雪だるまを作ろうよ。ペッパとジョージは雪だるまを作っています。まずは体から。ジョージ、これが雪だるまの体ね。次に頭を作ります。あとは腕と目とお口ね。ジョージは小枝を拾ってきて腕をつけました。ペッパは石を拾ってきて目と口をつけます。お顔ができたよ。あとは鼻もつけないとね。ペッパが持ってきたのは人参。雪だるまの鼻になりました。雪だるまも嬉しそうです。でもちょっと寒そうかも。雪だるまさんもあったかい
け格好をしないとね。ジョージが雪だるまに着せるものを見つけてきました。雪だるまは帽子とマフラー、手袋をつけました。マミー、ダディ、ほら見て。マミーも帽子とマフラー、手袋をつけています。まあ、こんな素敵な雪だるま初めて見たわ。ダディピッグは寒そうです。帽子もマフラーも手袋もつけていません。ダディ、ねえ、どうして帽子もマフラーも手袋もつけてないの？全部どこかに行っちゃったんだ。探しても見つからない。ダディの帽子とマフラーと手袋ならここよ。ダディの帽子とマフラーと手袋は雪だるまがつけています。なんと。パンケーキ。ティータイム。マミーピッグから嬉しいサプライズです。今日はパンケーキを作るわね。パンケーキか、おいしいんだよな。パンケーキ大好き。みんなパンケーキが大好きです。パンケーキをひっくり返すのは得意なんだ、任せておいて。本当に大丈夫？この前はパンケーキを床に落としてイライラしてたけど。イライラなんかしてないよ、フライパンの調子が悪かったんだ。マミ、パンケーキ作るのお手伝いしてもいい？それじゃあ一緒に生地を作りましょう。まずボウルに小麦粉を入れるわね。次に卵、牛乳を入れてよくかき混ぜるの。マミ、かき混ぜていい？ええ、いいわよ、ペッパ。ペッパはかき混ぜるのが大好き。ジョージもかき混ぜたいようです。ジョージ、こうやるのよ。はい、それぐらいでいいわよ。マミーがパンケーキを焼くから座って待っててね。マミーピッグがパンケーキをひっくり返します。すごい。もっと高く放り上げなきゃ。じゃあ自分の分を焼くときにやってみせて、ダディピッグ。1枚目はジョージの分。マミーピッグがパンケーキにシロップをかけます。おいしいね。これはペッパの分です。すごい。もうちょっと高く放り上げないと。だったら自分の分を焼くときにやってみせてちょうだい、ダディピッグ。シロップかけて。うん、おいしい。これはマミーピッグの分。すごい。まだまだ、もうちょっと高く放り上げなきゃ。次はダディピッグの分だから、どうやればいいのかやってみせてちょうだい。とってもおいしい。みんなよく見てろよ。パンケーキをひっくり返すときは高く放り上げるのがコツだ。1、2の3、それ。ダディったら。ああ、ちょっと高すぎたみたいだね。あら、まあ大変。最後のパンケーキだったのに。取ればいいんだろ、取れば。おやおや、パンケーキに手が届きません。大丈夫よ、ダディピッグ。私たちが取ってあげる。さ、2階に行きましょう。こっちよ。一体何をするつもりなのでしょう。じゃあいい？1、2の3でみんな一緒に飛び跳ねるわよ。1、2の3、ジャンプ。
何をやってるんだろう。大成功。パンケーキが落ちてきました。ダディの顔になってるよ。ダディピッグ、シロップかける？ああ、頼むよ。1、2の3、それ、こりゃおいしいね。ピューピュー秋の日、今日はみんなで公園にお出かけ。今日はとっても寒いね。ほんと寒いな。さあ、暖かい服を着ましょう。こんな寒い日は帽子やマフラー、コートの出番です。車の屋根も出さないと。じゃあ暖房も入れましょう。みんな暖かいかな。はい、ダディピーク。じゃあ出発。公園にやってきました。着いたぞ。わーい。マミ、どうして葉っぱがみんな赤や黄色なの？秋になったからよ、ペッパー。秋になると外は寒くなって葉っぱの色が変わるのです。ねえ、今日は風が強いな。体を動かして温まろう。私の番。そっちに行くはずじゃなかったのに。風でボールが転がっていきます。ボールが池に落ちちゃった、この枝を使ってボールを取ろう。あともうちょっとよ、ダディ。気をつけてね、ダディピッグ。大丈夫だよ、もうちょっとで届く。ダディ、池のお水は冷たい？まあちょっとね。風がボールを池の外へ運びました。よかったね、ダディ。そうだな、今日はついてるみたいだ。風が強くなってきたわね。しっかり帽子を押さえて。おっと、ジョージの帽子が風に飛ばされました。大丈夫よジョージ、ダディピッグが取ってきてくれるわ。ダディ、急いで。ねえ、じゃあ木に登って取ってこよう。こんな細い木、ダディが登ったら折れちゃうわよ。それじゃあどうやって帽子を取り戻すんだ？簡単よ、ちょっと揺らせばいいのよ。もっと強く揺らさないとダメね。ひどい目に遭うのはダディだけじゃなかったな。笑い事じゃないわよ。でもちょっと面白いよ、マミン。確かにちょっと面白いわね。ジョージの帽子は？マミンの頭の上。はい、どうぞジョージ。今度はしっかり押さえて。風が木の枝の葉っぱをみんな落としてしまいます。見て見て、私が風に引っかかってるんだよ。強い風がペッパの体を支えてくれます。強い風がジョージの体も支えています。ねえ、ダディもやってみて。いや、ダディは重すぎるよ。早くやってみて。とっても楽しいよ。よし、わかった。なんと強い風はダディの体も支えています。いや、ほんと、これは楽しい。マミーピックも早く一緒にやろう。でもこの風が止んだら倒れちゃうでしょ。この風は急には止まないよ。風が急に止みました。笑い事じゃないよ。あら、ちょっと面白いわよ。ねえ、風が止まったよ。次は何をする？一番好きな遊びは何かな？泥んこの水たまりで飛び跳ねるの。でも水たまりはないみたい。コソコソになった葉っぱばっかり。この落ち葉で何ができるかわかるかな？わかんない。
この中で飛び跳ねるんだよ。ダディピッグは落ち葉の中で飛び跳ねるのが好きです。ペッパも落ち葉の中で飛び跳ねるのが大好き。みんな飛び跳ねるのが大好き。こんなに楽しい秋の日は初めて。ダディとピクニック、今日は家族みんなでお出かけ。ダディがピクニックの用意をしました。ペッパ、ジョージ、もう準備はできた？できたよ。ダディを連れてくの。サウナソー、連れて行ってもいいけど、ちゃんと面倒見てね。はい、マミー。準備はいいかな？はい、ダディピック。それじゃあ出発。ジョージはダイナソーを置いてきてしまいました。まあジョージ、もっとダイナソーのこと大切にしてあげないとね。ダイナソー、みんな今度こそ準備はいいかな？本当に忘れ物はないかな？はい、ダディピッグ。ダディ、ダディ置いてきちゃった。どこに置いてきたと思う？多分、キッチンのテーブルの上。ペッパー、ちゃんとテディの面倒を見なさい。それじゃあもう一度、みんないいかい？はい、ダディピッグ。出発だ。ピクニック場に着きました。着いたぞ。わーい。あー、ここでのピクニックは最高だ。とっても静かで心が安らぐ。シマウマのゾーイとそのパパ、郵便局のゼブラさんです。こんにちは、ゼブラさん。郵便を届けに来たの？はは、いや、配達に来たんじゃないんだよ。今日はお休みなんだ。ねえ、だからパパとピクニックに来たの。私たちも。そういうことなら、みんなでピクニックしましょう。わーい。なんて楽しいピクニックでしょう。ねえ、ジョージとゾーイと一緒に遊んできてもいい？いいわよ、ペッパ。私テディを連れてきたよ。私はモンキーを連れてきたよ。ウホウホ。ダイナソーゴー。私おもちゃのピクニックセットも持ってきたから、ピクニックごっこしようよ。あ、アヒルさんだ。ピクニックしてるといっつもアヒルさんが来るんだ。それじゃあこれオレンジジュースね。オッケー、じゃあこれはケーキね。はい、これはケーキです。とっても美味しいのよ。アヒルさんたち、おままごとのケーキはいらないようです。いらないのね。じゃあケーキはモンキーやダイナソーにあげちゃう。テディもどうぞ。うん、美味しい。うほほ、モンキーがね、こんなに美味しいケーキ初めてだって。ペッパー、ジョージ、もう帰りますよ。じゃあね、ゾイ。じゃあね。みんないいかな？はい、ダディピッグ。それじゃあゾーイ、私たちも帰ろうか。はい、パパ。カップに、お皿に、モンキーに、テディ。あれ？テディったらなんでいるの？ペッパはまたテディを置いてきてしまったようです。ペッパたちはお家に着きました。はぁ、たくさん運転して疲れたよ。少し休もうかな。横になってテレビでも見て。テディ、テディを置いてきちゃった。ペッパったら、またダディが運転して取りに戻らないといけないじゃないの。じゃあ行ってくるよ。郵便局のゼブラさんだ。どうもゼブラさん、今日はお休みでは？ええ、そうなんですけどね。ゾーイがペッパピッグさんに特別なお届け物があるというもんでね。はい、これペッパに。なんだろう。テディだ。ペッパがテディを置いていったから、私たちが連れて帰ったの。ありがとうゾーイ。今日はテディは大冒険をしたみたいね。でもペッパ、もっとちゃんと面倒を見てあげないとダメよ。はい、マミ。テディなんていけない子なの。一人お出かけしちゃダメでしょ。もうしないって約束よ。ごめんなさいペッパ、もうしません。Thank you.
今日はいいお天気。ペッパとジョージが自転車に乗っています。立派なカボチャね、ダディピッグ。ダディピッグは鼻高々です。カボチャだけはうまく育てられる。パンプキンパイが大好きだからかな。ジョージ早く、ダニー、スージー、レベッカ。ペッパの友達、犬のダニー、羊のスージー、ウサギのレベッカも自転車に乗っています。ようやくジョージが追いつきました。ジョージは漕ぐのが遅いの。あのカボチャのところまで競争しよう。競争してもいいけど、ダディのカボチャにぶつからないように気をつけてね。カボチャが潰れたらダディが悲しむから。大丈夫だよペッパ、競争だ。ダディピッグのカボチャまで競争スタートです。おい、カボチャに気をつけて。やったね。ペッパ危ない、カボチャにぶつかるわ。ごめんなさい。ねえ見て、ジョージがやってきたよ。ジョージの自転車は赤ちゃん用だもんね。ペッパの自転車だってそうだろ。まだ補助輪がついてるじゃないか。私はもう補助輪いらないの。ねえ、私もよ。僕も。丘の上へ戻ろう。ペッパも一緒に来る？うん、私はここにいる。ねえ、じゃあまたね。じゃあね。ペッパは補助輪がなければいいのにと思いました。ダディ、私も補助輪はいらないよ。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ、じゃあ早速外そう。ダディピッグはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。うわ。面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願いダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよペッパ、その調子。押さえててね。そのまま来いで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのね。さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい、補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい。ペッパ、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパは前を見ていません。わー、おやおや、ペッパはダディピッグのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさいダディ。カボチャのことよりペッパが怪我しなくてよかったよ。今度からはちゃんと前を見て乗るんだぞ。はいダディ、約束します。よし、さてと、見事に割れたことだし、これでパンプキンパイを作ろう。パンプキンパイ大好き。ダディピッグのカボチャはこんなに大きいからたくさん作れるわ。みんなで食べましょう。やった。大嵐。今日はとってもいいお天気。ペッパとジョージはお庭でピクニックです。はい、オレンジジュースよダディ。なんて言うんだっけ。どうもありがとうペッパ。どういたしましてテディ。はい、オレンジジュースよミスターダイナソー。なんて言うんだっけ。ガウー。どういたしましてミスターダイナソー。テディとミスターダイナソーもクッキー食べる？お腹空いてないから。
ペッパとジョージで全部食べていいよ。ありがとう、テディ。今のは何の音でしょう。ペッパ、ジョージ、急いでお家に入りなさい。マミ、今の大きな音は何？雷の音よ。この音がしたら嵐が来てたくさん雨が降るの。早く雨が降る前にお家に入って。焦らなくて大丈夫だよ。雨雲はまだまだ遠い。空はどんどん暗くなっていきます。嵐がやってくるのです。ペッパ、ジョージ、お庭におもちゃを置いてこなかった？ダイナソー。よかった、ミスターダイナソーは大丈夫ね。テディ、テディをお庭に置いてきちゃった。雨で濡れちゃう。大丈夫だよペッパ、ダディが助けに行ってくる。じゃあ急いで、ダディピッグ、今にも雨が降り出しそう。嵐のことならよくわかってるよ。まだしばらくは降らない。ほら、やっぱりまだ当分雨は降らない。テディかわいそう、びしょびしょになっちゃった。ほんとかわいそうね。乾かしてあげましょう。テディかわいそう。もう大丈夫、乾いたわよ。あ、くせ、ダディはかわいそうじゃないのか。すっかりびしょ濡れだよ。あら、ごめんなさい、ダディピッグ、すぐ乾かしてあげる。はい、いいわよ、ダディピッグ、すっかり乾いたわ。お家の中にも雨が降ってる。床が濡れちゃうよ。大変、どうしましょう、ダディピッグ。心配ないよ。ダディピッグは床にバケツを置きました。さすがね、ダディピッグ。朝飯前だよ。なんだ。急いで、その下にも何か入れ物を置きましょう。えらいぞ、ペッパ。朝飯前だよ。マミ、今の雷すっごい音だった。二人とも怖がらなくても大丈夫だよ。光ってから音がするまで数を数えましょう。数がたくさんなほど雷が遠くへ行ってるってことだ。1、2、3。今のは3だ。1、2、3、4、5。今度は5だ。さっきより雷が遠くなった。嵐はもうおしまいね。やったー。嵐で庭には泥んこの水たまりができました。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。私、嵐って大好き。泥んこの水たまりができるんだもん。パシッ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 。ランチ。今日はグランマとグランパのお家でランチです。グランマピッグ、グランマ。二人ともよく来たわね。お昼に食べるお野菜を畑から取ってきてくれる？はい、任せて。グランパピッグ、グランパ。やあ、ペッパリジョージ。ここはグランパの畑。ここでグランパは野菜を育てています。ガオー。それは何だい？ダイナソー。ダイナソーか。じゃあランチに食べる野菜を選ぼう。ペッパ、トマトは好きかな？好きだよ、グランパ。ジョージ、トマトは好きかな？嫌い。ジョージはトマトが好きじゃないのよ。おやおや。
二人ともレタスは好きかな。好きだよ、グランパ。嫌い。ジョージはレタスが好きじゃないの。おやおや、ジョージが好きなものもきっとあるよ。キュウリは好きかな。嫌い。ジョージはキュウリが嫌いで、レタスが嫌いで、トマトも嫌いなのです。じゃあジョージ、好きな野菜を言ってごらん。チョコレートケーキもうジョージったら、チョコレートケーキは野菜じゃないよ美味しいサラダにすればきっとジョージも野菜を食べられるよまあ、トマトもレタスもキュウリも新鮮で美味しそう。まずは洗いましょう。ペッパとジョージも野菜を洗うのをお手伝い。あもう綺麗になったわね。グランマがトマトとレタスとキュウリをサラダにしてくれました。さあグランパ、みんなを呼んで食べましょう。できたぞランチはグランマが焼いたピザです。サラダも食べてね。グランパが作ったトマトとレタスとキュウリよ。よし、みんな食べよう。ジョージはピザを食べました。でもジョージはトマトもレタスもキュウリも嫌いです。あらま、ジョージ、サラダは好きじゃないの。嫌い。ジョージ、ちょっとだけこのトマトを食べてごらんなさい。やだ。ジョージ、このキュウリはね、グランパがお庭の畑で育てたのよ。レタスはどうかな、ジョージ。おいしいよ。おお、泣かなくていいよ、ジョージ。ほら、見てごらん。ダイナソーの完成だ。ダイナソー。ゴー。ジョージはダイナソーが大好きです。ジョージがトマトやレタス、キュウリを食べています。すごいじゃない、ジョージ。ジョージ、もっとサラダ食べる？いっぱい。ジョージ、もうお腹はいっぱいかな。トマトもレタスもキュウリもいらない。ジョージはもうお腹がいっぱいのようです。ジョージ、もうお腹いっぱいで何もいらないのね。ジョージはもう何もいらないようです。あらま、じゃあジョージはこのチョコレートケーキもいらないの。チョコレートケーキ驚いた。ジョージはまたお腹が空いたみたいだぞダイナソーはどこ？ジョージのお気に入りのおもちゃはダイナソー。ダイナソー。ジョージはダイナソーが大好き。ガオダイナソーでペッパを怖がらせることもあります。ガオじゃあ怖いよー夕ご飯の時もジョージの隣にはダイナソー。ちょっと聞いてもいいかしら？今のはジョージ？それともダイナソー？ダイナソー。ジョージはお風呂もダイナソーと一緒に入ります。ガオおやすみペッパ。おやすみマミ。おやすみジョージ。おやすみダイナソー。ガオ。眠る時もジョージはダイナソーと一緒です。ジョージのお気に入りはダイナソーを高く高く放り投げて、えい、落ちてきたところをキャッチする遊びです。えいえいペッパとダディはゲームをしていますダディ、私の勝ちおお、すごいじゃないかペッパ。ジョージ
ジョージ、一体どうしたの？ダイナソー。ジョージ、ダイナソーがいなくなっちゃったの？ジョージはダイナソーをなくしてしまったのです。大丈夫よジョージ、ダイナソーはきっと見つかるわ。となると探偵さんの出番だな。タディ、探偵さんって何？探偵さんっていうのは人や物を探すのが上手なすごい人なんだよ。私物を探すの上手よ。よし、じゃあペッパが探偵さんだ。ジョージ、私が探偵さんになってダイナソーを見つけてあげるからね。それじゃ探偵さん、まずはジョージに質問をしてみたら？ジョージ、ダイナソーはどこにいるの？ジョージにはそれがわからないのです。どこにいそうか考えるのが探偵さんの役目だよ。わかった、私どこにいるかわかったジョージいつもダイナソーと一緒に風呂に入るでしょ。だからきっとダイナソーはこの中よ。お風呂にダイナソーはいません。あれ？わかった、ダイナソーはきっとあそこにいるよジョージはいつもダイナソーと同じベッドで一緒に眠るでしょ。だからきっとこの中にいるわよ。ダイナソーはジョージのベッドにもいません。あれ？それじゃあみんなでお庭を探してみましょう。そうだよ、お庭だ。私もそう言おうと思ってたの。もうダイナソーどこ行っちゃったの？ダイナソーはなかなか見つかりません。はあ、ダイナソーどこにもいないみたい。ジョージ、ダイナソーを放り投げて遊ぶのが好きだろ。じゃあ今日はいつもよりちょっと高く投げちゃったんじゃないのかな。あそこにいたダイナソー、私が先に見つけたのよよくやったねペッパー。ペッパーはとてもいい探偵さんだダイナソーゴー。ジョージはダイナソーが戻ってきてとってもご機嫌です。木のそばでダイナソーと遊ぶのはもうやめた方が良さそうだねダイナソー車のお掃除今日はみんなでドライブに出かけます。みんな準備はいいかないいよ。ダディピック、準備 OK よ。でも車は違うみたい。降りて見てごらんなさい。こんなの大したことないよ、中の方がもっと汚い。へへへダディは困った汚し屋さんダディは困った汚し屋さんこのゴミを見て、新聞？ダディのだ。お菓子も。それは私の。ミスターダイナソー。ダイナソー、ガウ。ドライブの前に車をお掃除しなくちゃ。うん、わかったよマミーピッグ。マミー、お掃除手伝ってもいい？え、もちろんよ。やったダディピックは洗剤と水を入れたバケツを用意します。ダディピックが車の屋根を、マミーピックがボンネットを、ペッパがドアをきれいにします。ジョージは窓を掃除したいのですが手が届きません。まあジョージ、マミーが手伝うわおやおや、水たまりにスポンジを落としてしまいました。ジョージ、また車が泥んこになっちゃうよ泥んこ洗い流すね。ペッパ、その水は泥んこなんだよ。おやおや、ペッパは車に泥んこの水をかけてしまいました。ああ大丈夫だよ、ホースを使って泥んこを洗い流そう。わいわい、私がホース持っていい
ペッパがホースを持って、ダディピックが水を出します。水が出ないよ。あ、ペッパ、やめて。ごめんなさい、マミ。あれ？あ、ダディピック、水を止めてちょうだい。ああ、慌てなくて大丈夫。みんなびしょ濡れです。車は洗えたようだな。私たちまで一緒にね。車を磨いてるから乾かしておいで。じゃあ後でね。ああ、後でな。車は顔が映るほどピカピカになりました。面白い顔です。おっと、面白い顔が増えました。ペッパとジョージです。マミーピックも。すごいわ、車がピカピカね。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。乗って、マミーが運転するわ。みんな、準備はいいかな？オッケー。それじゃあ、出発。今日は車をきれいに使いましょうね。はい、マミーピック。はい、マミーピック。マミー、今度はマミーが車を汚しちゃったね。汚し屋さんだな。マミーは困った汚し屋さん。お片付け。ペッパとジョージが子供部屋で遊んでいます。ジョージ、お人形とダイナソーで遊ぼうよ。ガオ。あれは何？悪いモンスターみたいで怖い。ダイナソー、ガオ。いやー、ダイナソーよ、助けて、助けて。ガオ。リビングではダディピックが新聞を、マミーピックが本を読んでいます。助けて、助けて。一体何をしてるんだ？助けて、助けて。ガー。ペッパー、ジョージ、何をやってるんだ？ガー。ずいぶん騒がしいな。助けて。一体何をやっているの？さっきから何の音？何なのこの散らかったお部屋は。おもちゃにつまずいて転んだらどうするの？その通り、おもちゃにつまずいて転んだよ。あらまあ、それは痛かったわね。さあ、二人ともお部屋のお片付けをして。でもマミ、今お人形とダイナソーって遊んでるの。お片付けをしてから遊びなさい。でも散らかしたのはジョージだよ。おや、そうだったのか。じゃあこの可愛いワンピースもジョージのってことだな。違う。ちょっと私も散らかしちゃったかも。じゃあダディはジョージを手伝うから、マミーはペッパーを手伝って。お片付け競争ね。女の子対男の子。それはいい。どっちが早く片付くかな。行くぞ、よーい、ドン。一歩リードだな。そんなことないもん。ほらね。あれ、なんだろう。テディ、ずっと探してたのよ。ほらペッパ、早くテディをバスケットに入れて。ここね、次はゴホ。片付いた。これは何なんだろう。ダイナソー。ああ、そうだな、これはダイナソーの本だ。ジョージの飛び出すダイナソーの本です。おこれはティラノサウルスって言うんだよ。ティラノサウルス。
いいぞ、ジョージ。おお、こっちはブロントサウルスだ。ブロントサウルス。そうだよ。そしてこれはトリケラトプスだ。トリケラトプス。よく言えたね、ジョージ。ジョージはダイナソーが大好きです。ダディ、ジョージ、お片付けしてないじゃない。競争に負けちゃうよ。ああ、そうだった、競争だ。さあジョージ、これを本棚にしまって。ダディ、そっちはお片付け進んでないね。マミーと私の勝ちみたい。いや、勝つのはこっちだよ。こっちの勝ち。違う、私たち。みんなの勝ちよ。見て、すっかり綺麗になってる。やったー。お部屋はすっきり。みんなよくやったな。マミー、お部屋のお片付けが終わったから、お人形とダイナソーでまた遊んでもいい？いいわよ。さっきの続きをして遊んだら？やったー。お人形はどこだろう？ミスターダイナソーは？見つけた。ゴー、ダイナソー。あー、ダイナソーよ。助けて、助けて。おやおや、また散らかってしまいました。あれ？あれ？まあ、一瞬だけでも片付いたもんな。水たまり。今日は雨。ペッパとジョージは外で遊べません。ダディ、雨が止んだよ。お外で遊んでもいい？はっは。いいよ、二人で行っておいで。ペッパはドロンコの水たまりが大好き。ドロンコの水たまり大好き。ペッパ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。ごめんなさい。ジョージもドロンコの水たまりが大好き。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。ペッパは弟の面倒を見るのが好きです。ジョージ、他の水たまりを探しに行こう。ペッパとジョージは大はしゃぎ。ペッパは小さい水たまりへ、ジョージは大きい水たまりへ。ジョージはペッパより先に飛び込もうとします。待って、ジョージ、危なくないか確かめるから。オッケー、入っても大丈夫ね。ごめんね、ジョージ、でもただのドロンコだよ。ペッパとジョージはドロンコの水たまりが大好き。ねえジョージ、お家に戻ってダディに見せよう。こりゃびっくりだ。ダディ、ダディ、私たち何してたと思う？さあ、なんだろう。テレビを見ていたのかな？違うよ、ダディ。お風呂に入ってきたのかな？違う違う。わかったぞ、ドロンコの水たまりに飛び込んだんだな。そうよ、ダディ。
泥んこの水たまりに飛び込んだの。そうか、二人とも泥だらけだ。あ、大丈夫だよ、ただの泥んこだ。マミーに見つかる前にきれいにしておこうね。ねえダディ、ちゃんときれいにしたらダディとマミーも一緒に遊んでくれる？ああ、一緒にお庭で遊ぼう。ペッパとジョージは長靴を履いています。マミーとダディも長靴を履いています。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。あら、ダディったら泥だらけになっちゃった。多分泥んこだよ。